中日覚醒の立役者、中田翔が狙う優勝以外のある野望。このスタートダッシュは春の珍事で終わらせない。4月9日、2試合ぶりにスタメン復帰した中田翔が2打席連続タイムリーで3打点と大暴れ、チーム全打点を挙げる活躍で2年ぶり4連勝に導いた。まだ4月ではあるが、2016年5月10日以来2891日ぶりとなる単独トップだ。さらに翌日の10日も勝利して5連勝。中日の勢いは止まらない。昨シーズンは最下位に沈み、打率、安打数、本塁打数、出塁率と打撃部門で屈辱のリーグワーストをマークしてしまったチームがまさに生まれ変わったのだ。中日のある野手は今年巨人から移籍してきた中田翔について、勝つための動きを学べています。同じく今年来られたベテランの中島博之さんもそうですが、翔さんは自信なさげな僕らの姿を見抜いてか、劣勢でも最後まで決して慌てずにベンチでどしっと構えている。まだ試合数は少ないが、少々のことで落ち込んだりしないと語り、中田の存在は快進撃を続ける中日の精神的支柱の役割も大きい。中田自身も日本ハム時代 B クラスに低迷しながらも3度のリーグ制覇と1度の日本一を経験した。3球団目で迎える17年目のシーズン、キャンプ前、中田は、僕ももう一回優勝と日本一を経験したいし、こればっかりは言って教えられるものでもない。中日の選手も経験して、それを自分の肌で感じるのが一番、と語っていた。中田は幾多の修羅場をくぐり抜け身につけた強胆さで、若い中日選手の負け癖を追い払う用心棒役も担っている。それと、中田には中日の優勝とは別に、チームのためにある野望を目指し取り組んでいた。変わったドラゴンズで今年はやれる、中田翔の存在。一方、対照的に今シーズンセ・リーグ優勝の大本命で去年日本一になったライバルの阪神タイガースはというと、4月11日本拠地甲子園での広島との試合を0対1と落とし、今シーズン3度目の完封負けを喫し、開幕ダッシュに失敗している。オフに普段からあまり忖度しない阪神岡田の言葉は他球団に対しても辛辣だった。球団によっては補強をしているけど、中日はあれが補強なんかなと思うわ。中日の打力不足解消のため、中田翔と全巨人で最高出塁率2回最多安打1回の中島博之、20本塁打を放ったこともある前ソフトバンクの上林誠司らを支配下で獲得したことを揶揄した言葉だ。昨年中田翔を獲得した時も岡田は、え、取ったん？いやー、取ったな、全然怖ないよ、まあ打っても10本ぐらいやろ、と言い放っていた。勝負の世界は一瞬先は闇。中日は8年ぶりに単独首位に立った。特に4月9日の敵地横浜での DeNA 戦は中田翔のワンマンショーであった。中田は体の張りから4月7日の広島戦を移籍後初欠場、4番1塁で2試合ぶりに定位置に帰ってきたが、すぐさまチームを引っ張り上げた。初回ワンアウト1、2塁で迎えた中田の第1打席、 DeNA 先発ジャクソンに2球で追い込まれたが、3球目、152キロのストレートを逆らわずにライト前に運んだ。開幕から2本のソロアーチや儀比を決めてきたが、巨人から移籍後初の先制タイムリーヒットであった。中田は試合後、食らいついていったのでいいところに落ちてくれてよかった、と語った。同点に追いつかれた3回は技ありの一打だった。ワンアウト2、3塁、再びジャクソンに2球で追い込まれたが、カウント2-2からの5球目、138キロチェンジアップをこれもライト前に運んだ。さらに中田は小笠原が粘り強いらしい投球をしてくれていた。常にリードしている状態の方が投手も投げやすい、そういう状況を作れてよかった、と述べ、主砲として投打のリズムの要になれたことを素直に喜んだ。チームのためにも大きな怪我だけはしたくない。中田は2日間のリフレッシュで全得点を叩き出し、9回フルイニングを完走した。
今年打点王3度の中田は、得点力不足から2年連続最下位に沈んだ立浪監督が強く希望して獲得した。立浪監督も試合後、4番にしっかり座ってくれてるのがチームにとっても大きい。チャンスでの集中力は素晴らしいものを持っている、と打線のコアに陣取る男を称賛した。また立浪監督はまだ10試合、ただ昨年と違って変わったドラゴンズでここまで戦うことができている、選手も自信になる、今年はやれるチーム状況にもなってきている、一試合一試合一つのプレーを大事にしながら変わらずやっていきたい、と就任以来初めて立った景色をかみしめた。中田翔が狙う優勝以外のもう一つの野望とは。今年35歳となる中田は体力面で心配される。シーズンは143試合の長丁場、しかし今回のように体調を考慮して時に休ませながら起用することで安定したパフォーマンスが期待できそうだ。もともと後輩選手への面倒見のいい中田の獲得はチームに活力を与えた。中日は昨シーズンまでは試合中のミスでシュンとしてしまい、気持ちを切り替えられない選手に引きずられて、周囲もミスの連鎖を起こす自滅負けが少なくなかった。何が起きてもデンと構えて一喜一憂しない中田は、ベンチの精神的支柱として弱気の虫に襲われそうになる若手を鼓舞する。過去2シーズン、立浪が笛吹けど踊らずだったチームに意識改革の兆しが見える。そしてそれは中日の守備にも現れている。4月11日を迎えた時点で中日の失策数は4、広島に次ぎセリーグ2位の数字だ。これまで頻打に悩まされてきたとあって、中田は中日を勢いづける勝負強い打撃が期待を集めていたが、そんな中田が打撃面以外でも密かに狙っているものがあるとされる。それはゴールデングラブ賞のタイトルだ。中田は日本ハムに入団当初はサードとファーストで起用されていたが、出場機会の増加や強肩を生かすため2010年からはレフトとして起用されるようになった。その後怪我の影響もあり、2015年からは一塁手に再転向している。2019年にもサード転向プランがあったが、結局三塁手としての一軍出場はないままである。意外と知られてないが、中田は一塁手としても非常に柔らかいハンドリングやスローイングの正確さと強肩でゴールデングラブ賞を5回受賞している。巨人時代の2022年には一塁手部門で史上初の両リーグゴールデングラブ賞にも輝いているほど評価が高い。中田は右の大砲として打撃面の貢献が注目されるが、以前から守備には相当のこだわりを持っていた。中田は守りからリズムを作ると守備の重要性を語ったこともあった。昨年セリーグの一塁手部門は阪神の大山雄介が受賞した。今シーズンのライバル候補としては守備力の高さで知られる巨人、岡本和真などもいる中で、セリーグで2度目の体感となるのか、密かに注目を集めているのである。立浪監督にとっても就任以降目指してきた守り勝つ野球を中田は体現する。今シーズン中田がゴールデングラブ賞のタイトルを獲得するようだと、立浪ドラゴンズは秋には本当の違った景色が見えるかもしれない。そして今シーズンの立浪ドラゴンズの強さはそれだけではなかった。本物か、立浪ドラゴンズが強い理由。今シーズンの立浪ドラゴンズは一味違う。オープン戦から快調、10勝5敗5分けの成績でソフトバンクと並び首位タイでフィニッシュした。そして中日の開幕ロースターを見て、中日ファンのみならず他球団を応援するファンもさぞ驚いたことだろう。6年目の根尾明、5年目の石川昂弥、岡林勇希、4年目の高橋宏斗が揃って一軍のメンバーから外れていたのだ。中日の自慢で期待の若手カルテットが揃って2軍スタートというのは本来なら痛い誤算であるはずだ。全員が高卒入団で、岡林を除く3人はドラフト1位。しかも高橋宏斗は昨年の WBC、岡林は昨週のアジアプロ野球チャンピオンシップ、そして石川は今春の欧州選抜との強化試合で
それぞれ侍ジャパンに選ばれている日本を代表する選手だ。トッププロスペクトであり、ドラゴンズの将来を担う男たちが揃って開幕2軍とはどういうことなのだろうか。そこでそれぞれの状況はというと、投手に転向し先発ローテーション入りが目標だった根尾昂はオープン戦では3試合に登板し、計14イニングを投げて被安打12、奪三振13で防御率は 3.86 の成績である。しかし吉球7と制球力の改善という課題は解消できなかった。石川昂弥はキャンプは当初2軍スタートながら、2月末には1軍に合流。オープン戦では13試合43打席とチャンスは与えられたが、打率1割並ぶ5厘、1本塁打と結果を残すことができなかった。岡林勇希は2月23日の広島とのオープン戦で送球した際に右肩を痛め1軍から離脱した。その後2軍では実戦に復帰し守備にもついている。しかし打率1割2分と状態は上向いていない。昨シーズンに続いてフルイニング出場が目標だったが、いきなり頓挫してしまった形だ。自身初となる開幕投手を狙うと公言してキャンプインした高橋宏斗は、ドジャース山本由伸のように左足をあまり上げずスライドするように踏み出す新フォームが馴染まなかった。キャンプ中に修正し、オープン戦では3度登板したが、計9イニングを投げ被安打12、7四死球で防御率は 5.00 と低迷し、最後の登板翌日の3月17日から2軍に合流している。要するに立浪監督は1軍ロースターに期待を込めて入れようと思えばできたのに、あえてそうしなかった。それはなぜなのか。そこにあるのはこの4人を含む若手への大きな期待と、チームを統率する監督としての冷静な判断である。例えば根尾や高橋宏斗が脱落した開幕ローテーションは、エースの柳裕也を筆頭に小笠原慎之介、梅津光大、涌井秀明、今年復活した大野雄大、ウンベルト・メヒアで十分に賄える。石川が争った三塁手はオープン戦で打率3割9分1厘と結果を残した高橋周平に託す。石川を代打で待機させたり、左投手が先発の時に起用する手もあっただろうが、それでは中途半端になってしまう。岡林にしても不在のセンターは売り出し中の三好弘則で十分カバーできる。そして今年の立浪はそれぞれの決断について言葉で説明する。根尾については、このまま先発させてもチームにとっても本人にとってもためにならない、2軍でしっかりフォーム固めをさせるという考えに至りましたと語り、未来の中日のエース高橋宏斗へは2年前の投球フォームと球威を取り戻すよう指示を出したと述べていた。また石川のことを、まだまだこれからレギュラーを取らないといけない選手、でも今は迷いがあるからと尻を叩いた。最後に岡林にも言及し、肩なので2軍戦には出たがどうも良くない、状態が良くなってからということですと、数試合のために無理をさせたくないという判断を強調した。立浪は昨シーズンまではポジションを与えて成長を促すやり方しかできなかった。しかし層の厚くなった今シーズンは競わせて選ぶことが可能になった。本当の意味での競争原理を導入できるだけのチームに中日はなってきたからだ。それによって4人は外れたが、今シーズンの今までその穴を感じさせない戦いぶりを見せている。そもそも中日最高の切り札として就任した立浪監督の下で球団史上初の2年連続最下位に沈んだ。昨シーズン終了後、限られた予算を全投入する覚悟で補強したのが、先発出場にこだわって巨人退団を決めた中田翔だった。主砲として日本ハムで優勝、日本一、侍ジャパンでも世界4強を経験する。栄光も挫折も舐め尽くした百戦錬磨の中田の存在感はナインに大きな影響を与え始めている。そして満を持して若手カルテットが一軍に戻ってきて融合した時は、中日のさらなる飛躍が期待される。そしてこのまま就任3年目で後のない立浪ドラゴンズは熱い戦いを見せ続けてくれるのだろうか。そこで皆さんは今年のこの中日の快進撃をどう思いますか？
コメント欄で教えてください。